もこんにちは、ヤックです。今回の動画はここが変だよドラクエ3。ということでドラクエ3でおかしいな、不思議だなと思う部分を全部で9個まとめてみました。ぜひ動画を最後まで見て、あーこの部分共感できる、とか、ここもおかしいよねっていうことがあれば気軽にコメントください。それでは早速行ってみましょう。女勇者が男の子として育てられる。ファミコン版ドラクエ3ではシリーズで初めて主人公の性別を選択できるようになりましたが、ここで主人公の性別を女性にするとストーリーが始まってすぐに母から勇敢な男の子として育てたつもりだと言われます。またアリア藩の王様からもオルテガの息子呼ばわりされたり、アッサラームでパフパフに誘ってくる女性からも男性と間違われるなど、女勇者は各地で男性としての扱いを受けてしまいますが、レイベの宿屋にいる子供が主人公を女として見てくれたにもかかわらず、自身でこれを否定しているところを見ると、どうやら主人公は自分でも自分のことを男として認識しているようです。アリア藩から出られない。ドラクエ3の冒険の始まりはアリア藩大陸ですが、主人公がこのアリア藩大陸から出るにはイザナイの洞窟を通り、その先にある旅の扉を通らなくてはなりません。しかしイザナイの洞窟の旅の扉に通じる道は壁で塞がれており、レイベにいる老人から魔法の玉を受け取ってこれを使うことで先に進むことができるようになるのですが、先にアリア藩から魔王討伐のために旅立った主人公の父勇者オルテガはどうやってアリア藩から出たんでしょうね。謎です。ちなみに魔法の玉はレイベにいる老人からもらえるのですが、老人に話しかけると話はすでに聞いておると言われます。誰に？バラモスが格闘場にいる。ドラクエ3のロマリアにあるモンスター格闘場。2体から4体のモンスターを戦わせ、勝ちそうなモンスターにゴールドをかけて的中すれば倍率に応じた金額が払い戻されるギャンブルですが、ファミコン版ドラクエ3ではパーティーの戦闘キャラのレベルが70以上でこの格闘場を訪れるとバラモスが登場することがあります。またそれ以外に、ヤマタノオロチ、キングヒドラ、バラモスブロス、バラモスゾンビといったドラクエ3の中ボスもレベル70以上で格闘場に訪れると出現します。これだけのモンスターを集めるなんて、格闘場スタッフの有能ぶりにはさすがのゾウマも真っ青ですね。寝すぎ。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに眠っているのはニールの人々ですが、エルフの女王からもらった目覚めの粉で人々を眠りから解放すると、彼らがエルフの呪いによって眠らされる前日にオルテガがこの村に訪れていたという話を聞くことができます。つまり彼らはそれから主人公たちがこの村に訪れるまで何年もの間眠り続けていたということになります。中には外で眠ってしまった人もいるのに、よく生きてましたね。ちなみに話しかけても反応してくれない彼らですが、水鉄砲を撃つと声を発して動いてくれます。
まずに、間違えられる。ダーマ神殿の遥か東にある村、モール。この村を訪れると主人公は村人にポカパマズなる人物に似ていると言われますが、このポカパマズとは主人公の父、オルテガのこと。オルテガも以前にこの村に訪れたことがあるらしく、なぜか村人からはポカパマズという名前で親しまれているみたいですが、ファミコン版ドラクエ3でのオルテガの見た目といえば覆面マスクにパンツ姿であることは有名ですね。どこをどう見たら似ているかわかりませんが、この父親に見間違えられるというのははっきり言って心外。もちろん主人公が女性であっても間違えられます。悲しいですね。ギアガの大穴に、兵士がいる。ネクロゴンド地方にあるギアガの大穴。主人公たちにとってはラーミア入手後にしか訪れることができない場所で、この大穴はアレフガルドに通じる場所でもありますが、この場所の隣はバラモスに占領されたネクロゴンドのお城があり、ローマの配下であるバラモスたちもこの大穴を通ってきたと考えられます。ここにいる兵士たちがバラモスに占領される前のネクロゴンドのお城からこの場所に何らかの理由で派遣されていたとして、彼らは一体いつからここにいるのでしょうか？彼らはバラモスの襲来には気づかなかったのでしょうか？また隣にある自分たちの配属していたお城が一大事になっているのに、それでもなお平然と見張りを続けている理由は何なのでしょうか？謎です。呪文が向こうのダンジョンに、呪文攻撃メインのモンスターが配置されている。アレフガルドのラダトーム北にある洞窟。最深部では主人公が装備できる最強の盾、勇者の盾を入手することができるダンジョンですが、このダンジョンではあらゆる呪文が無効化され、使用することができなくなっています。もちろんこちらのベホマやベホイミといった回復呪文も封じられているので、強力な全体攻撃をしてくるサラマンダーやヒドラの出現が脅威である一方、なんとこのダンジョンには、アークマージやサタンパピーといった呪文攻撃を主体とするモンスターが出現します。またそれ以外にも最深部の宝箱にはザラキが怖いミミックが配置されていますが、ミミックのザラキも当然無効。このダンジョンにアークマージやサタンパピーを送り込んだのがゾーマかどうかはわかりませんが、完全に采配ミスですね。オルテガが、魔の島に泳いで渡る。ドラクエ3のラスボス、ゾーマがいる魔の島に渡るためには橋を架けるためのアイテム、虹の雫が必要であり、その虹の雫を手に入れるために主人公たちはアレフガルド各地で太陽の石、雨雲の杖、聖なる守りを入手しなければいけないのですが、いざ主人公たちが虹の架け橋を渡ってゾーマ城に突入してみると、なんとそこにはキングヒドラと対峙する主人公の父オルテガの姿が。つまり、オルテガは魔の島に泳いで渡っているわけですね。あまりにも強靭な肉体を持つ覆面マスクにパンツ姿のオルテガ。主人公たちがアリア半大陸から出るとき旅の扉に通じる道は塞がれていましたが、おそらくオルテガはアリア半からも泳いで出たのでしょうね。
主人公だけ、何度でも復活する。ドラクエの勇者といえば全滅しても王宮や教会で何度でも復活して、その場からやり直せることで有名ですね。例えば九段岩のメガンテで粉々に砕け散ろうとも、バラモスに二度と生き返ることができないよう腹綿を喰らい尽くされようとも、必ず復活して冒険を再開することができます。なのに、なんで同じ血を引く勇者オルテガがやられた時にはもう一度機会を与えてくれなかったのか、無情ですね。魔法使いの HP が、ずっと一桁。経験したことがある人も多いと思いますが、ファミコン版ドラクエ3の魔法使いは初期 HP が一桁始まりのことがありますね。しかもレベルアップ時のステータスの成長はランダムに決定される上に、魔法使いは体力、HP が伸びにくくレベルが上がっても HP が上がらないなんてこともあります。いくらレベルを上げても HP が一桁台だといっそキャラを作り直した方が早いんじゃないかという気すらしてきますね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは引き続き RPG に関する小ネタやクイズ動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また不定期ではありますが RPG のライブ配信も行っていますので、そちらもぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。